フィアット126は、フィアットが製造していた小型自動車である。メカニズム的に見ると、ヌオーバ五500の後継者と言える。スタイリングは、カロッツェリア・ギュアから、フィアットデザインセンターに移籍していた、セルジオ・サートーレリー。イタリア語で、男の子を意味する、バンウィーノの愛称で親しまれた。日本での登録区分は輸入開始以来普通車で、あったが、 1990年1月の企画改定以降、新規の場合、594cc と 652cc モデルは軽自動車登録が可能となった。ヌオーバー500に比べると、車体寸法が大きくなっているが、ホイールベースは変わらず、エンジン、ドライブトレイン、フロントサスペンションなど、基本的なメカニズムも全て流用である。 126用の126.000エンジンをヌオーバー500に搭載した 500R も1977年まで並行生産されていた。細部では荷物置き場を拡大する全投資機となった後席背もたれ、トランク内から後席下への燃料タンク位置の変更、ダイアゴナルスイングアクスルからセミトレーリングアームとなったリアサスペンションなど、 使い勝手と安全性の向上が図られている。ステアリングギアも急平なウォームセクタ式が流用されていたが、1978年から操作性に優れたラックピニオン式へ改良された。一方、外観は同社の127同様、角形ヘッドランプを持った、よりプレーンで直線的なスタイルへと大きく変わっている。 イタリアでは1980年までの製造であったが、ポーランドでは2000年7月まで製造されていた。1973年モデルのディティール FSM によるライセンス生産。当初は二度アセダンのみであったが、ハッチバックのビスとカブリオレが追加されている。FSM は1992年にフィアットに買収され、1993年以降は、 フィアットオーとポーランドが生産を引き継ぐ。西ドイツの商工地ビルダーポップ社で、ポーランド製 126P の屋根を取り払って、カブリオレに改造したもの。ロールバーがない、ホロ、ドア、シーピラーとの形状が異なるなど、メーカー製カブリオレとは、外観や仕上がり品質に差がある。日本では1989年に、大阪の並行輸入業者によって10台が輸入され、 ポップ650の名で販売された。翌年1月の軽自動車企画の改定に合わせて6 5十に CC エンジンを選択しており、軽自動車登録が可能。先代のノーバ五500は現在でも各国でファンが多く、日本ではルパン3世紀の主人公、ルパンの愛車としても知名度が高く、イタリアやスペインで126の実質的な光景となった初代パンダでは、 前輪駆動と新設計サスペンションの採用、直列4気筒エンジンも設定されるなど、走行性能や車内環境の改善、利便性の向上が著しく、広く、一般にも普及した上、趣味者としての一面もある。しかし126は、自家用車の所有が難しくなくなったという、時代背景のもと、先達と比べて単なる凡庸な大衆車として捉えられており、 当のフィアットが 500R を5年間も併売していたこと、映像作品やマスメディアへの露出が少ないこと、欧州でプフ500を含むヌオーバー500がエンスージアストたちに大切にされているのに対し、126は使い古されて数を減らし続けたこと、ファンクラブの数が少ないことなどに関心の低さが現れている。初代。 2代目と国民的な人気者が続いた、系譜上に登場した126ではあるが、大きな技術革新を伴わず、スタイルでも注目を引くことが叶わなかったことや、ヌオーバ500のオマージュとも言える、現行500の発売に伴い、126の存在は、人々の記憶から薄れていく一方である。このように、偉大なる、ベーシックカーの刷新が、メーカーの期待通りに進まず、後継が、 歴史上や趣味界で低い地位に甘んじている例は BMC ミニトメトロ、シトロエン 2CV とディアーヌ、VW ビートルとタイプ3やタイプ4でも見られ、特にこれら4社は後継者でありながら先に生産を終えている。ありがとうございます。